そして8番の柴田陽介、久々の記念決勝へは好位置でしょうか。残り2周回中段から5番の小川慎太郎、酒井陽を打者線と上がります。酒井陽は少し足を使って後方に戻りました。郡司浩平を抑えたのは5番の小川、4番手7番の郡司ですが、7番手から巻き返してきました3番の酒井。地元勢を従えて主導権は3番酒井陽へと渡りました。6番の高橋、8番の柴田と地元勢続いて、後方から7番の郡司が最終ホーム一気の仕掛け、主導権をつかんで最終周回。さあ3番の酒井から7番の郡司浩平、先頭へと変わりまして南関東ライン、2番の内藤、そして4番の近藤と綺麗にできりまして、最終バックを通過しました。4番手3番の酒井陽、さあこの後ろには9番の柏野智則、西日本は少し苦しいか、直線先頭7番の郡司、追いすがって2番の内藤秀久、差し切ってゴールイン、3着4番の近藤保です。